ったらお金借りられますの？うん、何か品物、あの質屋って本当申し訳ないけど、何か品物がないといけないんですよ。だって品物は大して借りられないでしょ。うん、そう、大してって言っても、いやだけんこそなんか金目のものも買っときにさらにかんちゃう若い時。そうそうそう、それがそんだけ貧乏で、これじゃ借りられませんかっていうのは、いやそれあれ、その年金担保にって意味、年次の年金の時のため担保にって意味、うん、いやそれはしてないんですよ全然、うん、サマーフードでいいんだけど、いやいやいや、ごめんなさい、それはうちがしよう仕事じゃないんです。と何がいいんですか。そうね、その金の指輪とか、なんか貴金属とかは何もお持ちじゃないですか。あ、私あのそんなのあんまり好きじゃないから買ったことない。あのね、だけどね、そのいざっていう時のためにね、買っときにしゃらないかんちゃ。そうなの、うん、これね、15年ぐらい前はね、今から5分の1ぐらいの価値やったんですよ、うん、だその時にあのうちね、なぜこんなセールとかしようかっていうと、貴金属を 20% オフで売ってるんですよ。でこれはね、要はそういう風ないざっていう時のためにお役に立ちたくて、うちが安売りしてわざと売ってるんです、年に6回。うん、だけ懐のあったかい時はこういうのば買っとってもらったら、あの消耗品ば買わんでね、いざっていう時に金目のものを買っときにしちゃったら、いざっていう時それを担保にお金借りられるんですよ。な、年金じゃダメ。年金で担保っていうのはない。ない、ない。いやー、どうしたらいいかな、そしたら、どうしたらいいとかいのね、ほんとね、3万でいいんだけど、うん、そう、3万って言ってもね、ちょっとごめん、失礼ですけど、その指輪はこれ、うん、二足三文でしょ。いや、わからない。3万までにはならんかもしれんけど。は？3万までにはならんかもしれんけど、あいた、これはね、娘の遺品なんですよ。なるほど。取れないよ、食いついてる、うん、あとは、それこそじゃあ、なんか品物がないとダメですよね。そうね、うん、うわ、これ取れない。そうね、節がどうしても大きくなるけんね、お仕事してある手はね。うわ、どうしよう、欲しいんだけど、3万でいいんだけどな。3万になろうちゃやおいかんですよ、結構。3万ってお金を作ろうっていうのはやおいかんですよ、うん、結構、うん、そうね、うん、担保価値としてはね、品物、うん、何があるかいな。貴金属ですね。金のネックレスとか、なんかとにかく金の指輪とか、なんか本当、うん、そんなのやったら何かしら、何かあれば、あのね、1円玉1枚が 1g なんですよ。でそれが10枚あると 10g でしょ。金が 10g 分ぐらいの何かがおれば3万になります、うん、はい。あ、そうなの。はい、それはもう純金じゃないと。いやいや、18金。あ、18金。あ、18、ネックレスとかね、指輪とか何でもいいですけど、うわ、そういうのがあり、終わりだったらそれがもうすぐお金になりますけどね。他にないですか、なんか借りやすく。借りやすいのはそれです、うんうん、それだけ。ていうか、あとは何を持ってらっしゃるのか。ほとんど私は物を買わないからね。なメッキの金でもいいわけ。取れけんよね。はあ、困ったな。3万では何に必要なんですか。ん、何に必要なんですか。何に必要なんですか。ちょっとね、あの支払いが詰まったの、入るものが伸びちゃって入らないから、うん、その間のあれ。うん、でその支払いごとは 何の支払いですか。支払い、うん、やっぱり、ね、家庭だからこだって3万ぐらいあるんですよ、うん、あ、なるほどね、うん、で当てにしちゃった収入っていうのは何なんですか。その年金以外で、なんかその要するに本当は入る予定だったんでしょ。そうそう、それは何で、あの一箇所ね、あの
ジムにずっともう娘の時から行ってる時で、そこの収入がちょっとね、あの、ダメ、何してんな、陶器、陶器の商売してらっしゃる、はいはい、そこがちょっとね、資金繰りあれだから、もうちょっと待ってって言われるから、それでちょっと詰まった。なるほどね、しょうがないね。質屋ってですね、ほんとまどろっこしくて申し訳ないんですけど、何か担保がないとダメなんですよ。担保って何ですか？だからその、何かしらの、その貴金属、動産ですね。不動産ではなくて動産、貴金属ですね。貴金属が一番いいです、はい、うん、そうですか、はい、なのでそんな時のためにも、なんかちょっと金のネックレスとか買っとかないかんですね。そうなんですよ。しかも安い時に買っておかれたら利益も出るんですよ。あ、そうなの、はい、15年ぐらい前に買っておかれた方は利益が出てます、今売った。うわ、私があんまりそんなの。あ、いや、そうです、そうですよ、普通そうですよ。私たちはそんなし、こんな仕事をしてるから、うん、うん、あの、あとね、外国の方はほら、急にこう日本に来られた時にいきなり信用があるわけじゃないじゃないですか、うん、それでほらすぐ生活のあれが立たないでしょ、とか物入りですよね、動いてこられたってことは。そしたらそういう時にね、必ずの貴金属持ってあるんですよ。そしたらほら、それで日本もうその金である人たちはちゃんとお金になりますもん。はい、そんなことまで考えてないもんだからね。いやだから、ね、そういうことを考えてある、結局ほらもう国から国に動くようなのが普通の生活の中にある人、ただもういざという時のためってことで、懐があったかい時には金買ってありますもんね、うん、中国の人もそうやし、その、あの東南アジアの人たちとかもですね、うんうん、なるほど、ね、はい、で年齢が多くなられた時もいざという時のために、若い時に、ああの楽しみながら資産だなっていうような感覚を持っとかれると。なので私は今の年になると結構それを言ってるんですよ。あのなんか消耗品のね、後からもう結局ゴミになってしまうものを高く買うんじゃなくて、うちで買っとってもらったらそこがそこそこ資産になるからですね。なので中央ケースの貴金属を 20% オフで売ってるんですよ。あ、そのためにね。あ、そうなんです。だって普通だったらもう普通業者にポンって出したらポンとお金になって返ってくるだけなんですよ。だけど、ま、なんで小売りしてるかっていうと、お客様の雨の日に傘貸したいから、うん、はい、と思って、ま、こんなことしてるんですよ、うん、いや、考えます、すみません いいえ、すいません、お役に立ちませんで。まどろっこしい商売じゃあるね。